Thank you.
皆の者、静粛に、静粛に。まずは急な召集に応じてくれたことに深く感謝しよう。今日これからする話はシャーレアンの今後、いや世界の今後にまつわる重大なもの。故にあえて古き議会の在り方にのっとり、できる限り全ての市民に集まってもらったのだ。近頃国外においてテロホロイと名乗る集団が騒ぎを起こしているのを耳にした者もいるだろう。それ自体は人の世にありふれた騒乱に過ぎない。しかし彼らが終末という言葉を用いたことで、哲学者議会は警戒を強めていたのだ。我々はかつて去るお方から予言を預かった。終末の最悪を招かんとする者、地に名を馳せしとき、真なる終末が天より注ぎて星を喰らわん。聞いたことのない予言だ。不吉だわ。災いを暗示しているのかしら。まあ待て、具体的に話したいところだが、そのためにはまず我々にかけられた魔法を解かねばならん。我らの子供派を覆う者よ、消えたまえ。今しめはことごとく解けよ。これでようやく我々が抱えてきた使命を明らかにできる。あとは頼めるかね。承知しました。遡ることおよそ270年前、我らが祖先は帝地ドラバニアにて政界探索を敢行した。それについては皆も知るところだろう。だがその真なる成果は議会によって被されてきた。彼らは探索の最中で開口したのだ。星の医師ハイデリンに。ハイデリンは我らの祖先に先の予言を、星を終焉に導くような最悪が訪れる可能性を示唆し、同時に一つの救いを提示した。月は巨大な船であると。そこに地上の生命を運び新天地を目指すように教えたのだ。さながら箱舟によって大洪水による破滅を逃れた我らが始祖ニュンクレフのように。事実、月にはハイデリンの要する協力者がおり、我々は幾度か彼らと交信を行ってきた。もって予言を事実になりうるものだと確信した我らは、この国を発展させると同時に月へと運び出すべき知恵を収集してきたのだ。それを今明かしたということは、まさかその最悪の到来が近いのですか。月の協力者から時来たれりの信号があった。もはやいつ星が終焉を迎えてもおかしくない。よって我らはこれより
この星からの大撤収を行う。本計画を主導するのは帝地ドラバニアからの大撤収でも手腕を振るった彼、フルシュノ氏だ。知恵ある者よ、賢き同胞よ、これから起こる未曾有の危機は未だかつてないほど世界を混乱に陥れるだろう。故にこそ我らシャーレアンの民は冷静によどみなく世界の救済に向けて進まなければならない。断言しよう、我らの英知はそれを果たすに足るものだと。皆が良き船員となり、ギリ式ニュンクレフとなるのだ。必ずやこの荒波を乗り越え、最悪後の新時代を共に生きよう。具体的な方策は追って各機関より伝達する。焦らずに普段の仕事を維持しつつ指示に従ってほしい。では解散。ねえアルフィノ、この前お母様から言われたことを覚えてる？お父様が議員としての活動に心血を注ぐようになったのは私たちが生まれてからだって。その活動っていうのが星からの脱出計画を進めることなら、お父様が逃がしたかったのは。ああ、きっとそうだったのだろうね。すまない、少しだけ時間をもらってもいいだろうか。一言父と話してきたいんだ。わかった、十分に注意するよ。私も一緒に行くわ。伝えたいことは同じでしょうけど。どうした、また逃げずに戦いとでも言いに来たのか？いいえ、私たちは哲学者議会の計画に反対はしません。逃げることを望む人を安全に逃がしてあげてほしい。月にはお父様もご存知のウリエンジがとどまっています。何かあれば彼がシャーレアンと月のクルーたちをつないでくれるでしょう。お前たちはどうするつもりだ？私たちは様々な土地を旅し、多くの文化や人に触れてきました。そこかしこに地図や書物で見るだけでは計りきれないような時間と思いの積み重ねがあった。そうしたものを守り、愛し、求め、時に命を懸けて挑んだ人たちを大勢見てきました。彼らはこの大地とこの星と共に生きているのです。それだけじゃない、シャーレアンや月の技術をもってしても救えない場所にだってかけがえのない仲間がいる。だから私は今度こそ胸を張ってこう答えましょう。彼らのために、彼らと共に私は戦い続けると。時に声を張り、
時に武器を抜きながら。分かってくれってもう言わないわ。ただお父様にも見ていてほしい。子供だからできないとか、賢い者は争いを避けるべきだとか、そういう決めつけはなしで、私たちが走っていく姿ちゃんと見ててよね。邪魔をしないならばそれでいい。いい短歌だったんじゃない？かっこよかったわよ、二人とも。あそこまで言い切ったんじゃ、無策だってなんだってそうそう音を上げられないな。上げないわよ。最後の最後までここで生きたい人がいる限り週末に立ち向かってやるわ。だとしたら一度しっかり休んでおかないとな。ここのところそれぞれ強行軍だったんだ。特にお前はゾディアークとの戦いも含めてぶっ続けだろう。今日はもうフラフラ出歩かずに分館で休めよ。それじゃあみんなで帰ろうか。また明日から戦うために。ああ、急にすまない。あんたに話があってたな。その少しいいか？よかった。しばらく落ち着いて話せる夜は来ないかもしれないと思ったからさ。これから話すことは俺の勝手な心配だ。杞憂で済むならそれはそれで構わない。ゼノスがあんたと戦うために多くの犠牲を出したこと、そしてゾディアークの消滅に立ち会ってしまったこと、そ
その事実が、あんたを締め付ける時が来るかもしれない。これから本当に最悪が起こるんだとしたら、なおのことだ。だから、俺は、あんたが生きることで背負った重荷を、あんたが生きることを願った俺にも、分けてほしい。全てを肩代わりできないとしても、一緒に歩いて、時々荷物を預かれる奴がいるってこと、忘れないでいてほしい。幸い、俺は今あんたのおかげですごく身軽なんだ。少しくらいは、分かち合わせてくれ。その代わり、嬉しいことも分けてもらうからな。いい出来事ばかりじゃないが、それでもきっと、俺はいつかこの戦いを、輝かしかった日々として思い返すよ。みんなと左門会にかけられたことや、雪中の行軍、この部屋で夕飯を食ったことだって。そういうのをこれからもたくさんもらうんだ。冒険に連れてってくれるって言ったのはあんたなんだから、覚悟しろよな。話はそれだけだ。貴重な休みを邪魔して悪かった。明日からに備えて今夜はよく休んでくれ。それじゃあ、おやすみ。良い夢を。ここから見えていたあの不気味な塔、消えてくれて本当に良かったわね。何でも例のイルサバード派遣団が帝都で元凶を排除したらしい。それで各地の塔もきれいさっぱりだそうだ。ありがたいわ。ラウバーン様たちが防備を固めてくれていたのもあって、大きな被害が出なかったのが不幸中の幸いよ。でも派遣団といえば、ガレマルドから帝国人のテンパードを大勢連れてきたとか、大丈夫なのかしら。ラウバーン様の説明によると、エオルゼア諸国で分担して彼らの治療に当たるらしいが、うちには当面迎え入れる予定はないらしい。そう、褒められたことじゃないでしょうけど、少し安心しちゃったわ。同じアラミゴ人の中でだって、帝国に組みしていた人たちとどう向き合ったらいいのか悩むことがあるもの。そうだな、アラガーナの長が中心になってその辺りを支援する活動が始まったとは聞くが、
また随分と大胆なご依頼だな。さて、どうしたもんか。おい、大丈夫か？帝国の動向も落ち着きを見せ始めた。だってのに、どうにも空気が重たいのは、なんだ。獣は解き放たれた。
それらは人々を殺し、町を焼いた。明日は燃え殻となり、塵となった。滅びは影のように滅び、全てが失われようとしていた。報告をお聞きいただけたのですね。ええ、アヒワン殿、状況を詳しく教えていただけますか。昨夜のこと、悲鳴とも地鳴りともつかない音が島中に響き渡りました。まもなく空が燃え出した。それに前後して見たこともないような獣が現れ、暴れ始めたのです。いえ、この表現では正しくありませんね。人が突然転じたのです。恐るべき異形の獣に。異変は島の至る所で起こっていますが、ラザハンで最初に確認されたひときわ強大な獣が特に甚大な被害をもたらしている。我々はその個体を神話に登場する人であり獣である神、神獣のまがいものであるとして義神獣と名付けました。義神獣は今島の北側に回って暴れています。これより聖戦士団を送り込み討伐を試みるところです。ブリトラのやつはどうしてるんだ。我々に先駆けて単身北側に向かわれました。しかしブリトラ様は義神獣や獣たちが己の愛する領民であったことを心得ていらっしゃいます。あのお方の慈悲深さが命取りにならぬと良いのですが。状況は分かりました。義神獣の討伐作戦、ぜひ我々にも協力させてください。なんと心強き申し出か。深く感謝いたします。聖戦士団は複数のルートで島の北側に向かっています。いくつかの部隊がここイェドリマンの船着き場から船で北上する予定です。暁の皆さんも同様に船で北側にお送りします。上陸地点には鬱蒼とした密林が広がっている。義神獣以外の獣たちに遭遇する可能性もあるでしょう。どうか念入りに戦いのお支度を。私は船着き場でお待ちしております。準備なら抜かりないわ。行きましょう。